2月19日水曜日です。今日で、37歳になりました。で、まあ、とはいえちょっとまあ自営業になってから全く稼いでない状態なので、今日もコツコツと作業を積み重ねていきます。で、今日も朝から、ブログを3本、公開して、それが終わり次第、自分の自社のウェブサービスの、資料を引き続き作ります。で、それが終わったら、昨日から始めた、ランサーズやクラウドワークスで動画編集の案件を、受注するための提案を行っていきます。で、それが終わり次第、YouTube のメイン動画の編集っていう形に入っていきます。で、まあ、昨日から、ランサーズだとかクラウドワークスの方で動画編集の仕事が取れないかっていうことで、提案をちょっと始めたんですけど、まあ、ランサーズとクラウドワークスをちょっと比較すると、まあ、クラウドワークスの方が案件が多い感じで、内容が結構しっかりしてるっていうふうに、まあ、見受けられました。まあ、ただちょっとランサーズとクラウドワークスの詳しい仕組みがちょっと僕の中で理解できてないので、その辺のなんか違いっていうのはちょっとまだわからないんですけど、まあ、ちょっと、おいおいやっていこうと思います。まあ、とにかく、動画編集に関しては、まあ、ちょっと人の動画を編集するっていう面白さがまだちょっとよくわからないんですが、まあ、ただ、教材をちょっとまあ、6万9000ぐらいで買ったので、その元を取るか、あるいはプラスになるぐらいまではちょっとやってみようかなと思っています。で、それをやりつつ、まあ、ランサーズとかクラウドワークスの使い方を勉強していけば、今まで自分がやってきたウェブサービスの仕事も、そこでなんか、利用できるんじゃないかなというふうに考えています。ということでですね、とにかく1円でも多く、まあ、泥臭くちょっと稼ぐために、そろそろそういった形で、仕事らしい仕事をしていきたいなと思っています。という感じで、今日も一日よろしくお願いします。人形町彦九郎さんのどら焼きです。いただいたのでこれから食べます。いただきます。お疲れ様です。今日は、まあ、ブログを朝一本書いて、でそこからランサーズとか、まあ、クラウドワークスを使って、まあ、動画案件に、応募してみました。まあ、11件ぐらい応募してて、まだ返事来てないんで、まあ、動きがあれば追って報告します。で、あとは自社のウェブサービスの資料を作りました。で、あとは YouTube のメイン動画をちょこっと触って、で、午前中できなかった動画残り2本あるんで、それを今、作業してます。まあ、ちょっとどうなるかわかんないんですが、できる限り進めます。そんなわけで、今日も一日お疲れ様でした。ゾウさん、こんなことをされたら、他のこともに、いや、本当なんですよ。本当になんかね、一個だけにすがって生きてる人もいるんです。やめてください。互換機、ラッパーの互換機、一個だけで戦ってる人たくさんいるんです。せなのに、ゾウさんは、パンパンの互換機、残酷です。残酷。ちなみに、その、ゾウダダークです。一番いいのね。食べまーす。